うんまあちょっと悩みますえ九<っ>美しいこれえっはいはいはい今回はい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 しいは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 やるいは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 まもなくゲームスタートですはいはいやいていこう身分を確認してくださいいは夜は誰も死にませんでしたい番のプレイヤーはは 発言してくださいはい、よろしくお願いします。一発目ですね。<laughs> はい、はい黒。見えました。黒。うん、何も言うことがない感が抜けないです。僕ね、分かるんだよ、まあ、進行論は、えっと、超人気のたくさんやってるからもう6黒盤面が固まってからじゃないと意味ないかなぐらいで思ってますが、レイロラはしっかりしていきたいなっていうことぐらいですかね。まあ、2になった場合は。 まあ、あの村人は最後ままでこう諦めずにあがきましょうわりとこうあがいて村の人は村っぽくなるし狼の人はなん,なんとなくだけどこう狼っぽいことがあるのでっていうぐらいかな頑張っていこうと思います。よろしくお願いします。うん、7番 のプレイヤカを演じたのオオカミショは6は。はい、よろしくお願いします。占い師カミングアウトします。ランダムで9番さんにしが出ました。ランダムで9番さんにしが出ました。把握お願いします。まあ6番さんに関しては、特に引っかかる要素もなくて、いろいえっとに7番目になった時に、あのー霊能、霊能が完全に新居 に見えるような感じだと、僕はグ、カリをド出してグレー詰めてもいいと思ってて、例えば、例の二人ともが、えっ、ー、と、あ対抗強人として見てます。ローラーお願いします、みたいな、もう完全に生存意欲の、もう、ローメンを全く感じさせない感じだったら、22番面で、例の二人とも、ローメンを全く感じない場合っていうのは、僕は、カリをド出してグレー詰めてもいいかなっていう風にちょっと思ってます。はい。まあ、ローメンがあったらローラーしますけどね。 えっと、こうですかねカリドに関しては2周目話してます。8番さんどうぞ。8番、例のロマンの強いところは占い師でないないが二番に刺さりました。いらねえよ六番さんと七番さんに切順に触れていきますが、2にしろいらねーから 2> でしかな,いなと。思いましたね、はい 発言に関しては二周目でいいと思っていて、対抗七番に関してはえっとまあ、直近九に白を打っていることから七が狼だった場合っていうのは九番っていうのに白を打つのっていうのは現に隣 シュらないしの俺の隣に白を打ってることから7級っていうのはまだ9番の発言を聞いてみないか分からないけれども9番っていうのに白を打ってるってことは9番の発言っていうのはめちゃめちゃ朗々囲いであればしやすいと思ってるから9番の発言めっちゃよく聞きたいなと思ってる強人であれば関係ないから今んところ7が狼なのか強人なのかっていうセーサーついてないから2種目のグレーセーサーを聞いてからでいいかなと思っていますね。はい、進行に関してては霊能ができてから ですね、はい2周目以降グレーセンサーに伸ばしたいと思ってるのではいそこら辺よろしくお願いしますはいみんなで勝ちましょう9番ああ<ー>7新8ローダーねこれ見えましたはいえっと8番さんに言っとくんですけどランダムロ部屋なんで別にどこに素人があんま関係ないと思うんですけどね<え>それぐらいですそう <laughs> わけじゃない、うん、でえっと7番さんに言っとくんですけどえっと霊能が2人出たらえっとまあ新居みたいな なんか釣られてもいい発言とかあったらなんかグレーから行くっていう発言があったんだけどオオカミでも別にあー釣られていいよみたいなどうせなんかボロ雑巾だよねっていう人いるからなんかそこは簡単になんかグレーから行くっていう発言は俺あんまり印象良くないかなって感じかな何番に関してはねうんうんどっちみち村人は色が見えないよねいだ,だから別になんかあー釣られてもいいよみたいな人狼でもそれ発言出ると思うよそんな感じですかね ただ霊能に関しては俺は釣り切りまでは考えてない発言聞いて決めていこうと思ってます6番は色落ちなしそれぐらいです1番 のプレイヤーは発言してくい、一番です。薬師は特にないです。9番からのね、<気>来るのがすごい遅くて、ちょっとバグったのかと思ってびっくりしました。たじゃあ、6万から順に振れていきます。た6万んは印象悪いかなちょ。前置きが長すぎる。何も言うことがないなら言わずにすぐ飛ばしてほしかったし、結局言うことあるんじゃんって思っちゃったから、なんか前置きが長すぎて、ちょっと防衛感感じられてから、6万ん印象悪い。 7番さんに関してはまあ特に、でも仮出しグレットレーっていうのは盤面によっては俺もありだと思うから、ちょっと印象いいかな。うん。でも8番さんに関しては別に何もないかな。うん。9番さんの発言しっかり聞くって言ってただけだし。9番さんっていうのはね、ランダムなんで、ランダムだからどこにしろとか関係ないっていう、そ,それは普通に意味がわからなかったけど、<laughs> 9番さんって7、8どっちも殴ってて、<laughs> うん、っていうところで、9番さん狼っぽくないなと思っちゃったな なんか単純な考察かもしんないけどだから9番さん囲い薄いかなって見てます2周<ー>目頑張ります二番のプレイヤーは発言してくださいまあ1との視点はちょっと合うかなと思った僕も9番さんはえっ、ー、と狼っぽくない村っぽいと思いましたねあちなみになんで乱四郎が関係あるかっていうとあの強人にじゃあ誰か7が狼でシングルナイに勝指しちゃったらさその人強人でしか見れないじゃんだから後輩地に白を打つ時って囲いたいのよね それを言ってたの、八馬さんっていうのは。ただから、九馬さんそこはね、把握してほしかったかな。ただ、まあ、あ九馬さんっていうのは、えっ、ー、と、その八へのいきなりの殴りから、七番さんのその進行論の叩き、結構、狼っぽくはないなと、僕は思いましたね。で、六馬さん印象がちょっとなんか、ハゲ悪い感じで悪いって言った、ちょっとなんか、あとさせてたって言った一番さんは結構印象いいかな。で、七八だけど、直感だけど、八馬さんの方はちょっと偽っぽいかな。僕にしろもらってるけど、えっ、ー、と、七級のロ朗っていう発言を、まあ、あ言おうとはしてたんだけど、少しね、 79がオオカミオカえー、と狼狼ってのはまあ9番さん発言したいでっていう発言が、まあ、ちょっとねこれはフィーリングセンターだけど78だとちょっと8二戦目3番のプレイヤーは発言してくださいはい発言します自分が進路をやらないし<で>6番3しろ6番3の人間を知って、えー、78のお内訳としては7狼八8強人と見ている八番3は7番3をね、今日どっちもつけなかった7番3の発言というのはえっ、ー、とね あそねえっと、グレー爪という発言でしたよね。22でも。それって要するに、七葉さんが強人で、っていう目線であればね、例の22ならば、あ狼はいている目線だよね。だからこそ、グレーに行きたいという発言にも聞こえるんで、八番さんの時点でね、七番さんに対しては、強人だと言える発言だよね。考察的に、発言的に。なのに、八番さんは七番さんをどっちもつけずに置いたんで、今のところは、七狼、八強人と見ている。 えー、キューバスに関しては、まあ、確かに1番さん、2番さんの言う通り、どちらにも殴ったというよりも、うん、確かに大会っぽくないというのが感じだよね。だから1番さん、2番さんの精査は、まあ、ジでも多くはできるが、うん、今のところ、そうね、まあ、印象はいいというところだね。4番のプレイヤーは発言してください。いや僕もね、9番さん、村人やと思ったんですよね。そのーーが番番さん2番さんんとちゃっ うん。良かったんで、1番さん、2番さん、村置きしてるんですよね。うん。なんでかというと、9番さんを囲いでみたんですよね、8番さんって。うん。そこは良かったんですけど、ちゃんと表示に当たってる可能性もあるからね、っていう感じで言ってくれた方が、村指定には良かったんですよ。3番さんに関して若干気になったところが、 なかったかなって思ったからうん3、7かー3などどっちで死んでみたいかって言ったらうん現状3の方が死んよりかなって思っちゃったかなでも6に白っかうん分かんどういうこと ?6 に白だからなんで黒くなるの番 のプレイヤーは発言してください、ね、さまず7番さんに思ったのは結構印象良かったですけどね、霊もし、例のがもうほぼ新居に見える盤面だった場合、グレーから行きたいっていうのは、狼側結構きついんじゃないのかなって、普通に進歩になって、例ののことも配慮してくれてるし、うん、結構俺は進歩になって率直に思ったかな。だか6番さんっていうのは、例のはローラーしますってことは、7番さんと意見が違うから、どう思ってるのか聞きたいかな。で4番さんに関しては 12が白っぽい、9も印象いいってことは、グレー位でオオカミになるのって、俺か6だったけど、俺、霊能だから6番だけってことだよね。白大き多,多すぎないかなって4番には思ったかな。あと、3番さんは別になんか、8番は7番のこと、強人置きできるよねって言ってたけど、別に超人気魚だったら、普通オオカミかなって考えるのが当たり前だから、うん、その3番の強人7オオカミっていうのはなんかよく分かんなかったかな。ね、俺、結構7番さん、芯高いんじゃないのかなって思うけどね。グレだと4番が怪しいかな。 6番のプレイヤーは倒れそうだねそうですねまああのレイロライン発言したんだけど一角盤面だからもうスルーしていいかなと思ってますで、まあ、5番さんと全く同じなんですけど4番さんに関しては僕も56のどっちかじゃあローだなと思いながら12白起きしたっていう発言で聞いてたんですが5が0で僕がローだなっていうのでさすがに初週一発目の発言だけで、うん うんこんなにろうを押し付けられるのは納得いかねえなって思ってます。なので、マヨンバーさんは割とこう釣りやすいところに黒を塗りに来た感じがするので、結構狼めあるかと思ってます。うん、で、えっと、1、2に関しては、えっとね、うん、1>, 1番さんにちょっとだけお願い。若干声のボリュームを下げてほしい。耳が痛かった。<laughs> <laughs> 印象悪くはないですね、2人とも。ただ、2番さんに関しては、やっぱ1番さんに若干のこう、 便乗うんまあ、すり寄りなのかどうかわからないですけど、うん、まあ意見が同じっていうのはベースにあったんだとは思うけどっていうのが若干気になったなので、まあ、グレイチの話じゃないか占いか占いに関してはねまあよく言われる話ですけど3番が出てきたのはまあ新郎1で7番はやっぱりまあこれも盤面的な話ですけど話しないところにね白出して実際そこから占いも出てないのでまあ新芽は結構あるかなと今の段階では思ってます そうなると、まあ、8番さんから行こうかなっていう気には今はなってるんですけど、これも盤面だけの話なので、ちょっと申し訳ないなっていう気はする。なので、対抗出た上の占い師の発言聞いてから、えっと、まあ、2戦目が一番高いところを釣っていこうと思います。ローメンがはっきり出た場合は、ロー、それ狙っていこうと思うんですけど、ね、5番さんが色見えるからっていうところで。ただ発言聞かないと分かりませんっていうところですかね。 ゆうまさんのどっちにも噛みついてたっていうのはあるんだけど僕7番さんの方により噛みついてた感はしたんですけどね。以上。7番のプレイヤーは発言してください。 えっと、まず黒いと思っているのが4番と6番。6番に関しては、なんか俺が後半位置になんか白を打ったっていう理由だけでなんか新っぽいっていう風な感じ。まあ盤面的な精査とかも入れてたけど、なんか若干6番に関してはすり寄りを感じた。4番に関しては、まあグレーの,ーレーの精査もなん,かなんか黒い、なんか全部白っぽいとか印象いいとかっていう風に言ってて、占いの精査に関してもなんか結構適当な感じがあって、4番さんっていうのは正直、 ものすごくふわふわしてるように見えてる。えー、っと、俺は正直言って3人目で出てくる人ってしんどいちって言,う言われること多いけど、俺三強人八狼として見てて、3番さんが俺を狼として見るのって結構強引だと思ってるんだね。俺が言ってた、その22人形で、あの、 まあ、霊能、うん、霊能が神経だと思うんだったら、グレー、狩り出してグレーから行きたいって、狼じゃなかなか言えないと思ってて、まあ、神動振神を作ってたんだったら話は別なんだけど、狼じゃなかなか言えないと思ってて、うん、どっちかと言ったらね。だって、もし,し、だって振動振興だった場合に、神動神経だった場合ってさ、そこでグレーいたら相方する可能性あるんだよ。俺が狼の場合。うん。そこで、なのにも関わらず、3番さんって、俺を教、俺を狼として見て,て、 っていう感じってなんか3番さんが強人で俺を釣りに来てるの俺シンが俺だと思って釣りに来てるのかなっていうふうに思ってしまった。 ちょっとね、3番さんの考察聞いてて。で、1番さん、2番さんに言いたいのが、9番さんって、俺正直、3番さんが出てくる前、狂人かなって思ってたんだよね。9番さんの8への叩きって、すごい不当だと思ってて、なんか9番さんって占い師に入りたい狂人なのかなって思ってたんだよね。1、2番さんって9番さんをに村っぽいという精査したのはわかるんだけど、狂人っていう視点を持たなかったのかなっていうところだけちょっと気になった。今日は8番さんからいきます。8番。 のプレイヤーは発言してください,ださい生目線って9の巨人を追い出したらし俺,と俺と3番の朗々になるけどいやそれは3が出る前の話だね、うん、えっ、ー、と現在は3番さん狼7巨人3巨人でヤクザだなと思ったり3巨人出てくるんだったらヤクザだなと思ってるかなはいで4番さんがグレーで圧倒的に黒くて4番さんは 3, <laughs> 3勝の場面じゃなかったら釣りたい位置でしたねはい 占いかけるんですけど、まず、俺のせいさないのって不思議でたまらないのと、でそこから気づいたのが、37に、えー、と8審が透けている場合、4目線3審が透、えー、8シンが透けている場合っていうのは、47のどちらか、えーと、4番目線の相方と、えっ、ー、と、狂人、狂人の城先に、えっ、ー、と、狼っていうのが刺さった可能性もあるのかなとは思ったかな。だからそこは注意して聞きたいかな、4番2周目に関しては。ちょっとふわふわしすぎてて、ちょっとマジできついかな。あと、5番に関しては出なくてもよかったんじゃないかなと思ってる。はい。 カリウドと霊能潜伏の方が参照だと霊能強いって俺的には思ってるから出なくてもよかったなかなか人狼抜けないからね霊能カリウドなんてだからこそ出なくてもよかったんじゃないかなと思ってるもう命2日しかないから絶対ガミ入るからそうぐらいかな 7強陣で見ていること3狼で見ていることから今日は3番を釣りたいと思ってる。で3番狼塾で置いた場合っていうのは、えー、っと9番っていうのはないのかなと思う。7がは仮に強陣で9を囲っ,、えー、っと9は囲ってる場合であれば39は出てこないかなと思ってるから9っていうのが省かれるかなと思っているかな。うん。で残った自分目線に残ったグレーっていうのが1と6なんだけど6番に関してっていうのは占いの精査が勝ちすぎてただ申し訳ないけどっていう精査。 6番目線、8番に行きたいのが申し訳ないけどっていうのが若干村感情に聞こえたから、現状6番に関しては怪しいところと村っぽいところ2つを持ち合わせているなと思ってる。1に関しては精査は、えー、と適当である。適当ってあれねいいってことね。だから2種目のグレーセースも期待したいと思ってる。現状4番がめちゃめちゃ黒いと思ってることから3番をりたい以上。3番のプレイヤーは発言してください。うんうん、はい、えっと、とりあえず8番さんの7位のたたきっていうのはめっちゃ太いなと思った。 7番さんっていうのは1周目に、あの、1、2番さんは9、狂陣で追わなかったのが気になるっていう発言だったと思うよね。うん。だから、そのね、3番さんが出る前の発言なんよね。っていうところかな。うん。それぐらいだと思いますけどね。うん。だから3番が出る前に、えっと、2番、1番の発言で9が狂陣に見えなかったのかなっていうその発言になったと思うんですけど。で、 3番さんって若干おかしなのが、7番さんの強の人アピールおかしいよねっていうのにもかかわらず、7番さんを人狼をして番を、えっと、7番をオオカミ軸で置いて、8を強人って言ったのは、3番の視点がめっちゃ分かんないなと思った、うん、普通に。7番さんとそこ視点は一緒かな。うんうん、で、えっとね、オオカミ釣りたいんだったら俺8番かなって思ってるかな、今んとこね。7、進8、八オオカミ、3強かなって思ってます。 最後の8番さんの7位の殴りはめっちゃおかしかったなって思ってしまったかな。で、今んとこ村置きしているのは1、2番さんかな。1番さんっていうのは,なんかは発言的に全然なんか、うん、納得できるような内容だったし、で、2番さんっていうのはそこに1番さん便乗して、狼だったらそ,その発言はないのかなと思った。俺もあのお同じになるけど、みたいな。1番さんと発言は一緒になるけど、っていう発言は多分出ないと思ったんで、1、人はとりあえず今んとこ村置きしてます八か。八強のがあると思うな。 心今強だと思ってるんで、46、どっちかかかから行きたいかあのどっちかに狼ミいると思ってますかな。うん、とりあえず8から釣りたいかな、狼釣りたいんで。うん、で、ワンちゃん俺多分釣られそうなので言っておきますね。カ人ドです。カ人ウド。はい、カリド使用しておきます。うん、多分釣られる可能性が高,い高かったのっっで、5番さんも守ります。1番のプレイヤーは発言してください。 はい、2周目お願いします。1番です。急9り出ないで欲しかったなまあいいや。うん、ということで話していくんですけれども、ごめん、占い政策なんかあんまりわかんないなーうーん、なんか難しいなーあんまりなんか、特にこれといった継ぎもないし、まあ、2周目伸ばせない感じになっちゃうかもしれないけど、うん、意味ないかもしれないけど、グレー政策入ると、4番さんって、まあまあ村目だと思ってて、1に村置きしたってことは、 1人は9番さんを村目に見てるから、9,12は村おきってことで、4番さん目線って6しか狼がいないんだよ。でも4番さんは3番さん真っていう発言をしてるから、1> 1黒あるね、えっと、ね3番さんは6番さんに白を出してるから、もう4番さんってその時点で目線おかしいんだよ。こんな考察するのかな ?4 狼要素、僕ないんだよな。でも2周目結局どう見てるのかによって、すげえ大事になってくる4番さんっていうのは。 でも初秋村置きしすぎで首絞めてるなっていうふうに感じたな、4万さんに関して。うん、で、占いに関してはどうだろうなんか7巨人っぽいかな。7番さんっていうのはさ、結構発言で3万さんを叩く発言が多かったんだけど、結局六あじゃあ結局番さんに行くっていう発言が出てるから、7番さんってどこ行くか迷ってんじゃないかなっていうふうに思ったな。うん、うん。でまも、あ、3万さんっていうのはね、なんか繋がりにくいんだよな。 うん、えっとね、2級にさんさんの相方がいたなら、出る必要俺ないと思うんだよなだから、まあ盤面上だけだとさマまさんって、うん、ちょっとだけ人狼要素って減るよね。でも別に8が2攻めなわけでもない。うん。指定定まらないんですけど、他の人の次に聞いて決めます。うん。なんかごめんなさい。2日目もっと頑張ります。2>, 2番のプレイヤーは 発言してくださいなかなか難しいけど僕としては意見としては7進8強3黒とかがありそうかなと思ったな八番さんが一番進なさそうかななんでかっていうと四番さんめちゃくちゃ黒く見えてて八番さんでしょ八番さんの視点ね四番さんめちゃくちゃ黒く見えてて仮例の潜伏でもよかったんじゃないかって発言とかあと八が今日かなえっと一周目の段階で割と 割と結構釣り位置に上がっている中でそこまでの,あの生存欲を求め出してこなかったプラス6番さんを8は叩,き叩いた方が良かったんじゃないかな6番さんってほぼ盤面だけでの盤面上での精査で、まあ、申し訳ないっていうところはちょっと村勘定って言ってたけど8が真占いで盤面精査だけで、まあ、2番目に出てきたからっって芯を切られている状況であれば8はもうちょっと6には言うと思うだから僕は8番さんはえっと強じだと思う だから今日8釣りたい、えっと、色とかじゃなくて8番さんを新りの形で釣るっていうのはありかなと思ってるけどごめんねミスりだったらでえっと1番さんが少しまあちょっと黒くなったなと思ってて4番さんが白置きしすぎて逆理論的精査で4番さんがえっと村になるっていうのはちょっとよく分からなかったかな目線としてはあと八僕は7八信教で置いてるから、えっと、初週1番さんが発言する前までは3が多くやったら6囲ったのかなって思った 6番さんって12番がちょっと歯切れが悪い感じで6番さんって印象悪かったんだよねあの印象悪いってい発言があったと思うんだよそこで3が6に白ろ打ってるわけだから3が多かったら6囲いってるのは結構あるかなと思った4ヘイト見つけ出してねなんとなくうーん今日僕8行きたいかなまあ5が5がの色見たいところでいいと思うよもちろん僕はちょっとなんとなく8番さんが真には見えないかなっていう感じですねはいそんなとこです以上 3番のプレイヤーは発言してくださいしますそうね7-8ちょっとわからなくなったかなという印象がある奈良場さんはね若干出現していて9番さんがね8への叩きは不当だと言ってたけどあなた目線ん8は人間なんだからね不当問題にもいいんじゃないのしかも9番さんに対しては白は出てるわけだし9番さんが強じかどうかの精査なんでこの3しよになった場面で嫌なんじゃないの それを結構な時間を使って話していたことから、うーん、真にあんまり取りに来てなかったのかなと思っている。一周目はね。自分が奈良、狼、八、狂人と置いた。うーん、その、ただね、八番さんは八番さんでね、結局、奈良と八ってさ、四って、四を疑ってるじゃない。だから、自分目線っていうのは、まあ、どちらかで狼がいるから、四のね、狼ってなかなか追えない状況なんだよね。だから、二番さんがね、一番さんを怪しいも要するに、四を逆で、 えーとね、白く置いたっていうのは色が見えているオオカミあるという意味で2番さんは結構白くなったかなという印象があるうーんだからね確かに4番黒いんだよ一人の白を置きしてる時だけど一人はねオオカミでもおらびとも言えるから印象がいいけどもね色じゃない位置だってあったはずなんだよねだだの2番312を安易に白を置きしてたから確かに怪しい,怪しい位置ではあったただ78がねどっちも4を、ね、怪しむ視点があるんで 感がたんだよなそうね自分はシンドルをしたんでね、もちろん、今田さんに言うとおり、八番さんはね、新規進行で、えー、釣ってくれるならもちろん構わない。構わないが、今のね、今日うのバ番さんの発言で、狼オだと思っていたから、ね、か若干、巨人も出てきたのか,かな、印象がある。んなんで、八を釣ってくれて、新規進行してね釣てく、釣ってくれるなら、八を釣りたいと思っている。うん、とりあえず、そんなところです。4番のプレイヤーは、 発言してく新聞聞信仰はいいんだけど3番さん強じで6個囲いに来たっていう可能性もあったからねうん1週目こういう発言しようと思ったけど時間なかったから強、うん、発言伸びなかったが12の白木愛の白木はしたが2週目で変わってくるかなって思ってねやっぱり2週目で変わってきたから2番さんってね 1>, 1番さんを白起きしたよね初週ねだからここフラフラしてる村なんかなって2番さん思っちゃったかなうんだから安易な白起きじゃなくて2周目もちゃんと精査しないと盤面固まらないからって感じで村を置いただけであってちゃんと精査するよって感じかなうんだから12に関してはまあやってまあ1番はね4番に若干するよっていう感はあるが 1>, 1番の村よさは拾えた。うん。で、2番に関して言っとくと、どうだろう。1番を黒く見た。2週2 1周目は白く置いたけど、2周目は黒く見た。うん、どうなんやろ。分からんかな。分かんねえなぁ。新・新・新・霧新行でいいんだけど、あんまりちょっと口回らなくてごめんね。 うん、3の偽要素って6を囲いに来たっていうのもあるからね。うん。俺は7死んでみたいかなって思ってるかな。だから8ん8切ってもいいとは思うが、うん。俺8いきたいかな。8、スーパーに攻めに見られてるな。はこれ、5はどこいきたいんだろう。2番さんは白い。2番さん、占いでほしいかな。もう視点が全く同じかな。まず3番さんに対しては、なんか7に対して9に強靭塗る。 寝たら狼でおかしくないかあっったたけど9番さんが言ってたよねあのそれは9番さんは 7, 7と8の精査をして叩いていたから、俺も正直、強人っぽく見えた、七番、9番っていうのは。で、1、2での時に、その9番のことを強人塗りしなかったから、7番っていうのは、それはどう思ったのかって聞いてるだけであって、その時で三3番さん、占い師として出てないから、8、9の言う7のに対する黒要素は、それは黒要素にはならないと思っている。 で俺、8番は、2番の言うとおり、レールを出なくてもよかった。じゃあ、もし裏、真の占い師として無、無駄占いしたときどうするんだろうって、俺、率直に思ったかな。無駄占いしたときって、結構、盤面きつい状態だから、それはやってはいけないと思うんだけどな、8番さんに言いたいけど。だから、8強人っていうのは分かるんだけど、新規でしたいっていうのは、それは2日目の結果を見てからでもいいんじゃないかな。俺は3から行きたいかな、8が強人っぽいから。 三から行きたいかな。さあ。三強を始めてください。三シーンだったらどうするよ。ええー、八強人っぽいなら、八に行くのが、おか、えっと人狼だよ。八強人っぽい、八強人でもうロックだったら、八に行くのが人狼ゲームでしょ。初日シーっつったら勝てないでしょ、このゲーム。八行こうぜ。うおお。うわあ。うん、三が七。三番。 のプレイヤーは発言してくださいうん自分だけ7なな言ったか。ほんとね自分はね、えー、さっきの発言でも言ったけども1番と4番がね黒だと思ってんのどっちかがね。1番その黒よそっちで今番さん言った通り今番さんっていうのは1周目からしよかったし2周目もねよくわからない相談、えー、してきたんで1か4が人類だと思っている。で1と4も8いってんだよね。だから自分目線っていうのは。 8の狼って、まあ八8がほぼぼ示なんだよ。この盤面的にね。だから自分は7に行った。まず考え直してほしいんだけど、自分が狼であれば8番行くよ。神経進行って自分は言ってたんだからね。なのに、ここであえて7に行く意味を考えてほしい。自分は1か4が狼だと思ったんだよ。だからこそ8に行かず七7に行ったというところね。うん。三が七 一クリエクエョンとしては二馬さんの今言うとおり四の白をね知っているんじゃないかという目線があったあと結局4番さんっていうのはうんとね七のチンぽい要するに自分はどっちやの強なの5 7な7 3は八か八はどっちなのっていう目線,線が全くないうーん七ら貫くんだな正直ないや八でいいべ四と一はね八に行こうとしているから七が狼確定かなと思ってる うーん、七狼確定で一二四が8だからいやこれが間違った、ね、いや本当ね自分が真なんで、まあ、8八言てとけばね自分は全体す済んだんだけども自分の意置としてはやっぱりねどうしてもね狼をついたいと思ってるまオオカ狼をついたいと思ってる,るがでの頃にせっかくね例の絵資格してるんだから黒で見せてあげてうんその後とグレー詰めっていう進行取りたいんだけどねそのほうが村勝てると思ってるよまあ今回はね なら、釣れないんで、八行ってもらうしかない。八番どうかなー。はい,いや、俺、八は落としたいわ。はい、割りかし三の生存欲がないんだよな。ただ、三番の狼目っていうのは <laughs>、ね、二巡目説明した通りね。二番さんに関しては、三七が朗々でない限りは強靭がないから。俺目線隠しろなんだけど、あの安易な審査ゲー、マジでやめてほしい。本当にやめてほしい。 えっと、4番と3番のつながりっていうのは4番目線っていうのは3番のシーン俺の8番っていう4番目線の占い師をまず1周目の時点で消し飛ばしていて37の精査に回し3番っていうのがシーンであるって1周目に発言を残してんだねで結果4番っていうのは8番に入れてるんだよね4番目線って3の偽要素っていうのをあんだけ追っていたのになんで8に行くんだろうこれ4番差を変えゃない未来が見えないんだけど 五番さんに言うと、あ,あの時点で出なくていいって言った理由に関しては、し占いだからこその視点で、2周目に怪しまれてれば出る必要性がある。その程度ーーだと思ってるから、現時点で4番さんっていうのがしようない状態だったんだから、みんな目線4番って5番さん目線も4番黒く見えたでしょ。だったら出る必要性ってなかったんじゃないかなと思うけどね。4番がか2周目怪しいなと思ったら、狩リで出ると思うから。 分からないかなぁただ3番の生存欲があんまりないところも今若干引っかかってはいるか3番目線っていうのが3番オオカミジだった場合って言って78の精査がついてなければ8番が強人に見えたっていう村の思考からこそ3番っていうのが8は強人だと思って7が死んだと思って3が7を釣りに行って失敗っていう可能性が一番濃厚かなと思っているかな今日は3番さん絶対3番さんマジでニワさんマジであ易いな審査やめて本当に死んだから頼むよ本当に本当に死んだからね ぐらいかな9番と1番に関しては1番っていうのは精査がついてなくて3番さんっていうのがバランスが収ま 8, 8はもう芯やっぱないと思ううん、まあ、妥当かなと思いますけどね以上投票を始めてくださいあやだ8はやっぱ一番芯ないよ7が芯8殺していく 4, 5, 6、やっぱ3継続か。8番のプレイヤーは発言してください。さい4番が3にずれて、4、差の否定が起こっていて、1、2、7、9。1、2、7、9。いや、8は絶対に。3強陣で置いた場合っていうのは、3強陣に置き直した場合っていうのは、7狼だった場合っていうのは7九で全然ただ、 初日のオオカミのハイドっていうのは4番さんみたいに差しつなげるかめっちゃ切るかの二択だから9番みたいに7八に対してあんだけヘイトをためるっていう声は全然できるから。あと仮に言っておくと三 c o には。 で、カリエド仕様のアーマーっていうのは、オオカミであれば、もう最終盤面まで生き残るから、それだけは気をつけてほしいかなと思ってる村目線ね。仮に79オオカミでカリエドが潜伏していなければ、79オオカミでカリエドが潜伏していった場合っていうのは、9番を村置きするのはやめてほしい。ただ、仮にこのまま9番っていうのがそのまま進化りなのであれば、<や>話は別かな。これ9を人狼でおったりしないと、ね。なった場合、すぐに3、4, でも3 4の否定が起こっているから。い人で、ね、上手で,でしょ。6番っていうのがずっと3でしょ。 3CO の初日のライン切りっていうのは普通に起こるから、起こりうるからこそやめてほしいかなと思ってるかな。4と6が3に行っているから3の相方がないっていう精査だけはやめてほしい。マジで勝てる未来が見えないな。やったなあいや、もう俺さ、さっきの時代で4、3の未来しか見えなくて。 7番い目線は8視点ていうのは未来としては7は8狼だと思っオカミとりに来ているわけか。やっぱ7狂人。うーん。7狂3オカミ、4オカミいうのが一番ベストだと思うんだけどな、な否定が起きているな。いやー、そんなシーンのない要素あったかな。<laughs> もうちょっときついわ。夜が来ました。 いや、いこれは真じゃない。<laughs> 8は真じゃないわ。朝が来ました。黒ってくれたら最高なんだけどね。昨夜は誰もシんじ、ね、番ない。レ番。ヤーはナイスナイス !8 黒えっと、っまず思ったのは4番さんに一つ聞きたいんだけど、投票結果も見たんだけど、4番さん 1, 日あの1回目のときは8入れていいの2回目のときには3入れていいよね。その理由を聞きたいかな。うーん。 で、2番さんに関しては聞きたいのは例のに合わせるって言ったのに、うん、8を狂人だとして,ても同じだったのに、そこでも8に投票した理由を聞きたいかな。俺は狂人だと思ったし。だから黒っぽい参かなって思ったんだけど。うん 一番に関しては、ちょっとおかしいなって思ってるところがあって一つ。占いの精査ってちょっとわかんないな、失言もないしって昨日言ってたよね。言ってたのに、その後にグレー精査をしてから、占い師に7番の狂人要素とかあげたり、3番さんの黒要素あげたりって、うん、失言なかったんだよね、そこまで。なんでそこになんかグレーの精査してから、また占いの精査したのかちょっとそれがよくわかんなかったかな、うん、俺。うーん、6番に関しては <laughs>、うん、分わからん。6番。 のプレイヤーは発言してください、まあ、まず投票理由言うね3番さんがえっと78でなんか占い釣りたくない感じがしたんですよご主人様がないなって感じがしたのと、まあ、僕は不当だと思ってるんですけど1周目に結構6番にあの僕にヘイトが集まってる段階でまあ強人だったら囲ってまあ オオカミかもしれないから助けてやろうみたいな感じがあったので3をすごい強めに置いちゃいました。で7八に関しては僕はあんま真偽つかなかった。うんでま今、あ、日になって7が僕に白を打ってるから正直7が真じゃないかなとは若干思ってるんだけど8番の真を切れなかった理由は8がオオカミだったら僕のことをかばう必要はないと思ってるんですね。結構釣れやすい位置だしって思ってたからうんで3が今日に見えたから、うん、7八残したかったですね。で うん、そうだな <laughs> だから八のシミは結構僕の中ではあったから釣りたくなかったうん。でもううん、八が黒だからまあ三強の七進だと思うだから今ではで四、うん、かな八8えっとそうなると相方なんだけどヘイト抜けてたから四かね二万差もあるのかなって正直思っちゃいますね八二。8 ここで俺が疑われるきつすぎやろた二番を八に出てるんかずっと2番8に出てるからねこのライン切りはないと思う8四切り結構強くライン売りとなると辛労ロー14のどっちかでいうとやっぱ四番さんが僕の苦労こうすごいの盤面かどうかなすごいすごい塗りたくるんで七シだと思うけどねシンプルに白だからうん。 ま、ちょっと悩みます。え ?7 番。仮よ？のプレイヤーは発言してください。あ、9回りえマジってことは全人が露出え、じゃあ俺目線一番黒じゃん。だってアーマーとかじゃないんでしょじゃあ1黒確定スラ<ー>なんだよ <laughs> なんだよちょっと盤面濁らすなよ、えー、なんだよ。えー、っと、とりあえず。 6番さん占いだった理由ね、やっぱり週目昨日の2周目の発言聞いても、全く色が落ちなかったし、自分へのすり寄りを感じたし、俺はずっと8番を老若くして考えてて、6番さんがずっと3投票しているっていうところから、初日に相方が取られたくないのかなっていうふうに思ってて、それで6番さん占いました。で、6番さん白でした。えー、っと、じゃあ、1番さん仮りで。 1>, 1番さん借りで9番さん白。で、俺視点っていうのは人4のどっちかになるんだけど、2>, まあ、2番さんさ、俺ちょっと、2番3の考察ってね、昨日すごい白いと思ったんだけど、俺一つだけ気になってったのが、その、 8への偽要素とかすごい良かったんだよ。なのにもかかわらず、その5番さんに対して、そ5番さんの心霊度にちょっと合わせようかなっていう風な感じを出したのがちょっと気になったんだよね。そこは、ちゃんと5番さんがどこに入れようと思ってても、自分は8番さんに今日投票しますっていう風に言ってたんだったら8、2番さんってすごい白いなと思ってたんだけど、ちょっと5番さんの投票に合わせようとした感じがちょっと気になってるんだよ、2>, うん、2番さんに関しては。 4番さんに関しては、純粋に5番さんの言ってた通り、その投票を変えた理由っていうのを純粋に聞きたい。うん。そこ次第かなって思っている。うん。ってところですかね。で、俺ここ2、4のどっちかうら占ったらもう、オオカミか、オオカミがわかるんで、正直今日は3つってもらいたいです。お願いします。これ、美しい、これ。えさい。のの誰とね、とりあえずムラスラした理由っていうのは、 えっとね、ワンチャン5番、ワンチャン8番つったときに、まあ俺最初3投票しとったんやけど、まあ38どっちかつったときに、白しか出なかった場合が、うん、怖かったっていうか、うん、だから俺、俺38のどっちか人害と思ってたんで、うん、まあ8番つって白なら自分がッド使用したら多分俺守ってくれるやろうなと思ったんで、ッド使用しました。うん、でね、うん、俺7死んで見てます。で、もう6。 もう隠しろって見て見ますね。その理由としては3番さんっていうのは、えっとね、昨日7番投票してるんよね。3番さんが死んだったら、絶対あそこは8投票するべきなんよ。うん、占い師なら。自分がもう1回、占うことって必要ないよね。8番が仮に強人でも人狼でもどっちでもいいよ。人外釣れればいいんやけん。そこは絶対8投票するべきなんやけど、そこで7投票したってことは、 八が釣られてしまったら、八の色に見,られ見られてしまったらまずいって思って、だから8番には3投票してもらって、最悪、白結果が落ちればローラーに持っていけると思ったんじゃないですかね、投票的に。だから俺8投票しました、最終的にはね。うん。多分三3は強靭しか落ちんと思う。うんえー、で、6はもう7番死んで見てるから、6白で見て。 2、四を比べたときに4が黒いなと思った。だから俺ちょっと4から行きたいかなと思う。最短で終わらせるなら4から行きたい。うん、で、勝てると思うんやけどね、これで。で、これでなんか、ムラスラスなんかムラスラしたやつ黒いとか言い始めたらもう切りがないけど、いやこれ1カリまずこれは多いらうん、それぐらいです。多分三3番強じゃなくて明日、もう生きてんでしょ ?1 番。 のプレイヤーは発言してください一、はい、番です。6番さん耳大丈夫だったかなちょっと一瞬申し訳なかったんで、<laughs> ちょっと二、ね、瞬を静かめにしたんで、まあ、今はあんまり <laughs> ここで気づかない。いとうん、正直言って9番さん黒いとかの問題じゃなくて、ムラすらをしないでほしかったな。自分ってまあ狩り出たくなかったし、ワンチャン自分に黒出しでっていうのも、しようで破綻っていうのもあって、まあ。 ちょっとだけ語らせてもらうとは、まあ、9番まあ、5番守ろうと思ってたし、でも9番抜かれたら自分、仮使用しても多分信じてもらえないっていう場面で、<ー>仮に俺が五を守って、五、まあ、を連紙で5番3かまれたとして、<laughs> だ俺にクる出して、仮流導で出たら出て、対抗出たら人全陣がいる人だし、かなり強い場面だったから、9番3のスラっていうのはやめてほしかった。まあ、こんぐらいにしといて。 うんー、9オ,オカミもあるけど、どうだろう旧って村なんかなーすら別に今全然村じゃないんだよな。うんー、占い新郎郎ってあるのかななんか新郎郎なんかありそうじゃない神でも俺、三神七強かな追ってるのかな追ってるかな三神で見るんだ。うーん、グッあ、でも昨日ね、八番さんが遺言で、ね、9オオカミを,を匂わすような発言したんだよ。カリウドアーマーで狼オカミあるから気をつけてねっていう。 その発言何なんだろうで、9ラスールで地紙にすんのかなそんな心強いと思わなかったけどな、9番さん。ないね。うん、2番さんの8ライン切りって全然ある。偽断言できるほど8番さんって偽世目じゃなかったと思うから全然ライン切りもある。2番さんっていうのは8強靭で置いてることでね、狼としては置いてないしね。うん。まぁ、あ、ちょっと24、24どっちから行きましょうか。24から行きたいな。2から行きたいですよ。2から行きたい。2>, 2番。 ししてほい,、はい、いですねあんだけ8を釣りをした僕から行くのはマジでやめてほしい、えー、と8番さんに、えー、と5に合わせると言って8番さんに入れたり言えば何ですかって5番さんに言われたか答えるけど8番さんを5番さんって狂人ほぼ強人で見るって言ってたでしょあのねほぼ強人で見る人は確実に初日行ったほうがいいですよ色見たいとかじゃなくて新規進行という形で8番さんを釣るっていうそれが人狼ゲームで一番大事なことだと思ってる一番強いそれがで8番さん黒だったんでしょ 僕は狂人と見てたもちろん。もちろん狂人と見てたけど、えっと、3番さんが昨日、えっと、7番さんに入れてるんだよね。3番さんって一発目の投票で7番さんに入れてんだよ。それって、3番さんがシングルいしであれば、えっと、5番さんが3に行くって言った状況で、無駄して、まあ僕みたい、僕が8番さんに行くって言ってた状況だったら、3番さんがんだったら、えっと、投票が偏る。自分が死ぬわけにはいかないから8番さんに投票するような気がした。で、えっと、8番さんのニセヨソ1番さんそんなに上げてなかった。 2番さんがそこまで言うほど8は人外っぽくなかったって言ってたけど8番さんは仮潜伏霊能潜伏してほしいっていう発言を残しつつ6番さんが不当に盤面上で8番さんのえと人外を上げてん8番さんの人外だって言ってたのにかかわらずそこまで殴らなかったっていうのは6番さんからの票を勝ち取るためかなと僕は思った6番さんだって今日の時点でえーと8は黒塗りしてこなかったから個人的な締めがあったって言ってたからね8番さんの作戦にはまってるなって正直な感想を思いましたねで6角白でしょ今日4番さん詰めないかな？詰めれない 8番さんは遺言で,、えー、とも,う黒がでもう5番さんの黒はね確認されちゃうから8番さんは遺言で4番さんとのライン切りをしてと思う1番さんの9カりアーマーで9五えは神すぎる最強すぎる正直、えー、と僕7芯でほぼほぼ見てて新郎々とかないと思ってるから4つったら終わると思う43ローラしたいかな43ローラで勝てると思う今日は4位いきたいなよろしくお願いします今日は4位入れてほしい 3番のプレイヤーは発言してください。発言します考察する前に一言言ってほしいん,言い,たいんだけども、<laughs> ごめんなさい。いや、一番さん、天才じゃない <laughs> 一番さん。率直に思ったね。うん、やばい <laughs>。いや、別にグッチョブじゃなく、考察が。まずね、自分がまず狼ってことはまずないでしょ。要するに、7代投票したことから、自分っていうのはね、えー、生存欲が全くないんだから。なのに八番さんが 3、4陣路とか落ちたわけだからね、自由言でねあ、その時に八幡さんの陣外分かったよねで、九番さん言いたいんだけども7を死んでみてねてみこれ俺つられてもまあいいわだったら九番さんは四に行くまあもちろん四に行く落ってるよねでも七番さんは自分から行こうと言ってんだよそれで七王を死んでみるわけ九番さんだからね、一番さんが九を疑うっていうのねわかるんだよだからマジで一番さん天才かなと思った マジで一番最初は天才か,天才かのほもちろん今日四4つ目ね、4つ目。今さんというのは八幡さんに2回とも投票しているし、今さんはね、八を新旧進行までいっているわけだから、なかなか狼オではい,いないと思ってる。なんで、一に白が出ていることから、自分は八四人狼以外ないと思ってる。もしくは、本当にね、九馬<あ>さんが七を神とか言って、えっ、ー、とね、おまあ狼ないと思うんだけども、1%ぐらい9の狼はあると思ってる。その狼を追う一番さんがマジで天才かと思ってるよ。 3、4いくの今日は絶対4つにマジこれを持って7と3どっちがシンですかね ?3 シンですじゃあ7は自分ついてる。自分も4ついてる。あ、マジどっちがシンですかあ、ごめん。あ、これ3シンのじゃでおいしまで4。じゃあ3シンじゃん。9、かみ出しないでしょ。明らかに3の偽が分かったっていうところが7に行ってるよね。ほんまに7に行ってるんですよね、投票が。だから俺は3、店に見たい 8人行ったよ、初週、初日ね。うん。で、決選投票で8初心も若干終えたから、俺は3に行ったかな。4でいいんだ。あれ、うん、?7? え ?3 強陣だとしたら。て1仮格でしょで、9が終え入ってるから、村でしょ、ほぼ。ね、俺、まだ7シーンで追ってるから、6隠しろでいいと思ってるから、<れ>ワンチャン9ローもありえるから。 可能性もあるから、ね。9ローは無理よ。追えないよ。俺は神って感じかな。ほんまに。9ローは無理なんてからすごいですね。カリウムさんって。9 <laughs> ローは追わないよ。さすがに。いや、1がすごいよ。だから3の2世は透けたかなって思ったかな。俺は3に行ってほしいかな。3はいけない。いや、3の2世は確実でしょう。え、なんわローラしないの普通ローラで,でしょう。9ローなら1よりすげえよ。 新郎郎出てる可能性もあるんですよ。僕が村の可能性もあるんですよ。なんでこれ決め打ち盤面作ってるんですかえ決め打てる理由があるんですかあなたた,ちあなたたちにはあるんですかちょっと感じしまいましたが。4番さんちょっと口が回らないんで、よくわからないですね。はい。4番さんは普通、ロラ盤面でしょ。 えそんなにシーン決め打ってるところありました？2だよ、ね。まあ僕は7シーンで煙売ってるからいいが3に行ってほしいかな。4は2だよね。投票を始めてください。終わるべ。おらじゃないべ。終わるべこれ。4番のプレイヤーが選ばれました。<おー> <laughs> あ7が今日なんだ。ゲーム終了。村人の勝ちです。あよかった。3つらなくて初日。 いや1すげえわよく守ったね一1強い <laughs> いやー7んだと思ったな 3, 3が3が最終日芯すぎた <laughs> 3が最終日芯すぎたよこれはすごい3がえぐかったしんめが一瞬殺されたと思ったけどね いや、9のムラスムス良かったな、うん。というわけで、えー、今回は84ロ、えーロの7強三振。ちょっと7番さんの方が芯に見えてたから、ここもし3番さんを釣ってたら、初日ね、タイムアウトこれは8落とせてよかったね。マジでよかったね。危ねえ。うん はい、ナイスありがとうございました。